2012年の総理就任以来、80を超える国と地域を訪問するなど、外交にも非常に力を入れていた安倍総理。特にアメリカのトランプ大統領とは、早くから蜜月関係を築き、日本とアメリカの同盟関係をさらに強化させました。しかし、8月に安倍総理が辞任を発表。それを受け、CNN は先日、安倍首相が辞任を決断したことにより、アジア太平洋地域の安定、そして日米同盟が脅かされるという内容の記事を投稿しました。記事は、安倍首相は地域の安定の源であったとし、日米同盟の確保と改善のために揺るぎない姿勢を貫いたと評価。安倍首相が復帰する数年前、鳩山首相が率いる民主党政権下で、日本は中国と緊密な関係を築こうとしたことを忘れてはならないとした上で、次の首相も安倍総理と同じくらい日米の同盟関係に献身的であることを期待するしかないとしています。また、ウォールストリートジャーナル紙も同様の記事を掲載。日本の世界的な知名度を高めた安倍総理が辞任することで、過去最高にあった日米関係が台無しになる可能性を指摘し、中国の拡張主義に対抗する取り組みなどに影響を与えるとしています。上記のように、いずれの記事も安倍総理辞任後の日米関係やアジア太平洋地域の不安定化を懸念しています。それぞれの記事に寄せられた反応をまとめましたので、ご覧ください。